はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、エンタメ劇場をね開幕していこうと思ってまして、あの魔界劇団デッキ、皆さんあの心拍向いてない方も結構いらっしゃるかもしれませんが、魔界劇団なんかすごい強いことが判明しました。あのね、これこの間ダイナミストの動画の対戦の相手が使ってたデッキをちょっとあの、まあ、インスパイアザネクストしたというか、まあ、パクリ、まあんまあ、リスペクトしたというか、あのリスペクトさせていただいたというか、まあ、そういう感じのデッキなんですけども、あのこれギミックがめちゃくちゃ強くて、この天空の交際っていうこの最強カード、これがめっちゃ強くて、このデッキランク戦で使ってみたんですけども、あの8連勝くらいしたんで、これめちゃくちゃ強いです多分、はい、めちゃくちゃ強い。で、あのこの天空の交際が、あの自分のフィールド上の表側表示のカードをなんかぶち壊して、破壊してデッキからオットアイズカードを1枚手札に加えるよっていうあの効果なんですよ。で、これどうやって使っていくのが一番強いかっていうと、やっぱ破壊されたらアドバンテージを稼げるあのカードがあればね、あの強いんですけども、これね、魔界劇団のこのワイルドホープっていうやつ、これをね叩き割るとめっちゃ強くて、あのこのカードを破壊されると、このカードが戦闘効果で破壊された場合、デッキからワイルドホップ以外の魔界劇団カードを1枚手札に加えるっていうことが書いてあるんですよ。だから、あのしかもこいつメローマドンナであのサーチできるわけじゃないですか、これね、あのペンデラム効果で1000ライフ払って、だからメローマドンナからワイルドホップ持ってきて、でワイルドホープをあの天空の交差で叩き割って、そのオットワイズユニコーン持ってくれば、これユニコーンくんがあのスキル8なんでね、なんであのもう即座にワイルドホープがあのペンデラム召喚できますし、持ってきたあのモンスターもう手札が1枚魔界劇団であればあの特殊感できるんですよ、ペンデラム召喚できるんですよ。これめちゃくちゃ強いです。要は天空の交際とメローマドンナがあるとあのめちゃくちゃ強いっていうことなんですよね、うん、この2枚だけでめっちゃ強いと。まあ、あのシンプルにね、あのメローマドンナのサーチ効果が、まあ、かなり強いんで、まあ、そもそも強いのにそのサーチしてきたモンスターをこの天空の交差で叩き割ることによってさらなるアドバンテージを稼いでいくみたいな、この動きがマジで強い。まあ、ちょっと詳しくはあの対戦動画を見ていただきたいんですけども、はい、で、もうねビッグスターなんて1枚でいいなと思って1枚にしました。はい、1枚にしました。で、参考元の方のデッキはなんかもうちょっとなんか、なんだっけ、メガロイドシティとか、なんかメガロイドシティとカイトロイドみたいなのも入ってて、なんかそういうギミックも結構面白いとは思うんですけども、ちょっとバックに触れなすぎてこのデッキ、後ろのカード、まあ、セットカードですね、セットカードに触れないんですよ、あのメインギミックで。なんでもうサイクロンはちょっとさすがにね、ランクマではまあガン積みした方がいいかなと思って、サイクロンはガン積みしております。ここのサイクロンのところをなんかカイトロイドとメガロイドシティみたいなのにすると、あのカイトロイドサーチしながら何ワイドホープ叩き割るとかもできるんで結構面白いとは思います。で、まず天空の交際で持ってこれるカードがオットワイズカードなんで、相性がいい。オットワイズアドバンスドラゴンが入ってますと。オットワイズアドバンスドラゴンはペンデラム召喚した後にアドバンス召喚すればね、相手のモンスター破壊できるし、まあ、非常に強いと。で、まあ、先行結構、ペンデラム召喚できるんで、このデッキ、まあ、そんなに弱くはないんですけども、まあ、言うでちょっと防御札がないとライフバンバン削れていくテーマなんで、まあ、クリボールを1枚だけ刺しているみたいなあの感じになっておりますね。で、スキルはなんか正直まあ、沢渡慎吾くんで使ってあげたかったんですけども、この世代を払って発動できるっていう効果が墓所封印とめっちゃ相性いいんで、僕は墓所封印しました。またなんか墓所リンクスに帰ってきてる感じがするけど、早速ねデュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、私が立ち向かうのはサイバー流進化、俺の勝利の糧となる。こいサイバー流進化、サイバードラゴンドライ、ドライ、オッケー、ドライ、フィアか、モンスター、フィア、オッケー、見ろ、モンスターを特殊、オッケー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 、サイバー流進化、あ、え、あ、え、それ別にドライの効果使ったらレベル55にできたんじゃないの？これなんか、え、モンスターをエクシーズ、あ、そういうことか、クリムゾンシャドウ、確かに、機械族モンスターじゃないやつ確かだったと思うね、なるほどね、はいはい、オッケー、オッケー。了解、そういうことね。そう、機械族縛りついちゃうんですよね。とりあえずクリムゾンシャドウとかいうモンスターが結構硬いんで、結構硬い、硬いな、あいつ、あいつ硬いな、どうしよう。あいつ硬いな、どうしよう。とりあえずメローマドンナの効果と、メローマドンナの効果で、メローマドンナの効果によってとりあえずまずはワイルドホープを持ってきていく。でこの最強ムーブをね、見せつけていきましょう相手に。
この1枚サーチを入れてさらにペンデラムスキルにワイルドホープをバチコルト発動し、生ぬるい、はいはい、クリムゾンシャドウ、オッケー。クリムゾンシャドウは、戦闘効果ではこのターン破壊されないとかいう耐性がつく、めちゃくちゃ強い。で天空の交際を発動、先行クリムゾンシャドウめっちゃ強いよね。俺も強いと思うわ、だってこれ突破じゃねえもん。とりあえず、ま、ワイルドホープを叩き割ることによってオットワイズカードをサーチしユニコーンを持ってくるじゃん。これで出た、ワイルドホープの効果も発動できると。これがねめちゃくちゃ強い。これだってカードめちゃくちゃ増えますからね。これ今フィールドのカードこれ何枚ありますっていう話で、ペンテラム召喚で戻ってくるんで、まあ、差し入れ機横が一番強いんじゃないか。これなんだかんだこのターン相手のクリムゾンシャドウを僕突破する手段ないんで、とりあえずオットワイズユニコーンを発動しましょう。でこいつのペンデラムスケールが8っていうのも非常にでかい。そしてペンデラム召喚、天空に描けがどうのこうの、いけ。ちなみにあのメローマドンナの効果を使ってるんで、魔界的なモンスターしか特殊召喚できないっていう制約がついてるんで、はい、まあでもスキル墓所封印だけはしといた方がいいな。墓所封印でこれで墓地からノバの効果とかでサイバードラゴンが出せるとかそういうのはない。もうネクステも無理。俺のターン、かなり硬いんで、俺も向こうも硬いかもしれないけど、これこっちも硬いんで、1234568枚やってんすよ俺。手札のフィールドのカードがと手札合わせたら1234568枚です。8枚5枚からスタートしてるんですよ俺。これアドバンテージめちゃくちゃ稼いでますよね。3枚カード増えてんすよ、めっちゃ強い。ね、ターン終了、マジそんなゲロザコ展開してていいの？この瞬間モンスター効果発動。なるほど、なるほど、まあ、とりあえず叩き合ってアドバンテージを稼いでいこう。フィールド上のワイルドホープをまた叩き合うことによってアドバンテージをめちゃくちゃ稼いでいく。でオットワイズアドバンスドラゴンを手札に加えて、でだ、ワイルドホープの効果も発動していく。これがねマジで強いんだよね。やってることこれやばくないですか。これコースじゃないですか。でですね、ペンデラム召喚をするわけですわ。これでいいですね。で、こいつは横、横でいいな。はい、はい。腕の魂のペンデラム、天空に描き光のワーク、ペンデラム召喚。そして、レベル4のモンスターに対してオーバーレッタゴゴシク、エクシス召喚。戻す。コアベージする必要ないな。これ除外してぶっ殺そう。デッドリーシン、デッドリーシン、デッドリーシンの効果発動。デッドリーシンの効果によってオーバーレイユニットを一つ使うと、相手のフィールド上のモンスター一体を選択し、そのモンスターをゲームから除外するという最強効果を持っている。とりあえず硬かったんだけども、とりあえず硬いから除外、一体硬いのは除外で、メロンマドンナの効果ここで発動することによって魔界劇団しか特殊召喚できないという縛りを一回つけていく。ワイルドホープですね。でだ、レベル5以上のモンスターを1体リリースしてアドバンス召喚、行けー、うおー、つえーつえー、このデッキ爆アド稼ぎすぎ、マジで爆アドとかもびっくり。さあ、お相手の勝った考えても始まらない。淫乱女対決か、淫乱女対決きた。幻想かな、まあでもこいつ使ってったら幻想だろうな。幻想の好きでもやってることそこそこおかしいんです。今はハーピーの狩り場の方がおかしいと思ってます、やってること自体は。オスティナート、オスティナートの効果に、オスティナートってそういえばどういう意味なんだろう。ちょっと嫁に聞いてみようかな、オスティナートってどういう意味なんだろう。あのうちの嫁結構ね、あの音楽に精通してましてね、ピアノの先生とかあのできるんですよ。あの学校の音楽の先生とかできる資格持ってるんですよ。のうちの嫁にちょっとオスティナートっていうのはどういう意味かっていうのをちょっと後で聞きます。はい、なるほどね。ブルームディーバ、ブルームディーバは一応デッドリシーンっていう回答はあるんで、まあ、デッドリシーンなんとかしましょう。とりあえずサイクロンで相手のバックを除去した後にデッドリションすればまあ勝てなくはないと思います。おそらく回答はあります、回答はあり。さあ幻想の歌姫ソプラーノ、オッケー、ソプラーノオッケー、歌姫から乙姫、わー強いね。なるほど、でこれであれか、フランソワボタ、フランソワボタ、はい、フランソワボタって言って分かる人どんぐらいいるんだろう、ね、
フランスはボタって言って分かる人相当年齢層高いですね。うちのチャンネルの年齢層は結構高くないとついてこれませんからね。若者、ちなみにうちのね幹部会のメンバー結構若い人がいっぱいいてさ、なんか最近さシャーマンキングのさあのアプリが出たんですけど、なんかシャーマンキングって言っても分かんない人めっちゃ多くてさ、ビビったわ。でメロマドンナ発動、メロマン、メロマン発動してメロマン効果、まあでもこれはワイルドホープ出すしかない。サシルキの方が勝てえか。サシルキだったらあのあいつで突破されねえわ。なんやっけ、女で突破されねえから、とりあえず魔界劇団ワイルドホープ発動を、これで3から8のモンスターが同時で召喚可能。テンテラの召喚、一応モンスターの数だけは減らしておきましょう。はい、攻撃表示、ちょっと攻撃表示怖いんですけど、ビッグスビッグスターの効果を発動し、デッキから魔界大本をセット。魔界大本、さあ今回の演目はこちら、魔王の降臨。今回の演目はこちら、お前のフィールド上の、攻撃表示のモンスター2体を背負っていく。やつは効果で破壊されないんで、とりあえずカードを1枚セットして、でスキル最強スキル墓所軍員発動。うわー、大丈夫で、これで生きてればなんとかなりますね。生きてればこれサイクロンありますし、2枚、生きてればこれ多分勝ちました。フラグなおあサイクロンいいよ、サイクロンはいい。そこなんだ、なるほど、そこなのね。まあ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 、これ自分叩き割る選択肢もあるんですけどね。ちなみにワイルドホープを自分で叩き割るっていう選択肢もあるんで、バトル弱っ。まあそんなクソダコ展開してたらもう殺されるぞ。はい、いいよ、あと1500だから1750、はいはい、オッケーオッケー、全然全然全然全く問題ない。俺のターン、ドロー。いやー、分からせちゃうか、これ分からせちゃうスタイルきた、分からせちゃうスタイルきた。これ、ワイルドホープを召喚、はい、でレベル4が2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚。回答はあるんですよ、戦闘効果で破壊されない、そんなことは関係ない、除外すればいいんだ、除外すればいい、除外すればいいだけ、除外バウンスすればいいだけ、そう全く問題はない。ブルームディーバー全く問題ない。でメローマドンナ効果、さあまた持ってきちゃうよ、ワイルドホープを持ってきて、そしてワイルドホープの効果を発動、ペンデュラムスケールを9にしていく。これでレベル3から8のモンスターが同時に召喚可能。ペンデュラム召喚、入れろ魂のペンデュラム、天空に描け光るなく、うおー、つえーつえー、このデッキ最強、おらー、ゲロ強い、やってることゲロ強いよこのデッキマジで。うん、さあお相手の方はチャラオか、ゴッドオーガスダイス出た、ゴッドオーガスダイス出た、ゴッドオーガスダイス出た。とりあえずワイルドホップ、これはもう自分で叩き割っていくしかねえな。サイクロンの効果を発動せざるを得ない。これ結構ね、強引に動くこともできるっていうところを見せていきましょう。ワイルドホープをぶち壊して、ワイルドホープの効果発動、ワイルドホープの効果によってメローマドンナを手札に加えさせたので、そしてメローマドンナをペンデラムスケールにセッティング、そしてメローマドンナの効果を発動、メローマドンナの効果は1000ライフポイントを支払って、デッキから、マカギダモンスター一体をサーチすることができる。そしてワイルドホープをペンデラムスケールにセッティング、そしてワイルドホープのペンデラム効果発動、もう片方のマカギダペンデラムカードのスケールを9にするぜ。そして俺は2から9のスケールでペンデラム召喚、あわれろワイルドホープ、そしてベックスター、ボショって、で大丈夫です。まあ強くはないけど弱くはないみたいな動きしますね。はい、手札から天空の交際、おいいね、君もなんかゴッドオーカスダイスとか言ってなかった、流血の魔術師オットアイズペンデラムドラゴン、やべえな、強そう。はい、なるほど、これが DDM、 なるほど
そういうこと。あ、やばい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 。あ、強い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 。なんだなんだこのデッキ。ペンデルム・ゴッド・オーカスとか聞いたことないぞ。1、6、6。あ、やばっ。やばい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 、なんかやばい、なんかやばいこと起きてる。5、4、1。なるほど。いや強っ。打点高っ。逃げ場はない。あ、そう、ダイレクトできんの。